教えて春郷先生。皆さんこんにちは、小林郷です。こんにちは、中里春奈です。こんにちは、ぽんちゃんです。さて今日はフリテンというお話をしたいと思います。フリテン、え、なんかめっちゃ美味しそうやん、フリテン。いや、残念ながらね、あんまり美味しくないね。え、厳しいルールです。厳しいの？厳しいルールなんですよ。これ麻雀慣れてない人がみんなここ引っかかっちゃうところなんで、今日ここでしっかり覚えてもらいたいと思います。はい。さてポンちゃん、麻雀用語であと1枚で上がれる状態っていうなんて読むか覚えてるかな？覚えてる、ポンちゃん。天牌。天牌、うん、そうですね。あと1枚で上がれることを天牌と言います。天牌。さてその天牌の時の大事なお話です。天牌の時何が来れば上がりかなっていう、なんか待ってる牌ってあるよね。あるある。マンズの3が来れば上がりかなとか、ピンズの 5と8が来れば上がりかなみたいに、うんうん、待ってる牌があると思うんですけど、その待っている牌を自分ですでに捨てちゃっている場合、おこの状態のことをフリテンと言います。なんか危険そう。はい、上がれる待ち牌を捨ててる状態をフリテンと言います。で、フリテンの時はどんな約束があるかというと、ロンができません。え、ロンできへんの？できないんです。ロンできません、役があろうとなかろうと、フリテンの時はロンができない。そう、全然おいしないやん。はい、これが大事な約束事です。え、じゃ先生、ロンはできひんってことは、はい、ツモはいいの？はい、ツモはできます。フリテンはあくまでロンだけできないよっていう約束事です。そうなんや。はい、それでは実際にフリテンの状態とはどんな状態なのか見てみましょう。はい、はい。さあ、ポンちゃん、うん、今自分の位牌、うんうん、こんな感じなんですけれども、はい、はい、今ポンちゃんが待ってる牌は何でしょうか？うんうん、ポンちゃんはピンズの8待ってる。はい、そうですね、うん、頭がないので、うん、ピンズの8がもう一つあれば上がれます。上がれる。はい、さあそれでは見てみましょう。はい、あ、はい、ピンズの8出た、先生。はい、出ました。ロン、ロン。はい、そうですね、8が出たので、うん、人から出たらロンと言うんですが、うん、ポンちゃん、うん、自分の捨てている牌を見てください。先生、ピンズの8がある。やっちゃってますね。はい、これ待ち牌を捨てている天牌だったということですね。あー、やらかしてる。はい、この状態がフリテンでした。ということは、うんうん、フリテンの状態では人からロンをすることはできません。あー、今回できひんのか。できません。フリテンではロンはできませんが、ポンちゃんがもう一度自分でツモするなら上がれる、うん、ということになりますね。これをこう、そっか、ね、ツモやったら上がれるんか、ポンちゃん。はい、もう一度ツモすれば上がれます。よし。フリテンというのはあくまでロンができない状態のことなので、ロンがダメ。はい、ツモなら OK ということになります。さあ続いて、先ほどは頭一個待ちでしたが、はい、今度はポンちゃんの手を見てみたら、うんうん、はい、待ってる牌は何なんでしょうか？今回、あ、今回ちょっと多い、はい、ね、ピンズの1とピンズの4、はい、今度は両面待ちですね。1でも4でも上がれます。よし。はい、さあそれでは、はい、はい、あ、上がれる、先生。はい、ロンロンロン。はい、4が出たので、うん、ロン、ロン。人から出たらロンと言いますが、ポンちゃん、ん、捨てている牌を見てください。ん、え、じゃピンズの4はないで。お、そうですね、うん、はい、
ですが、ポンちゃんはピンズの1は捨てていますね。うん、はい。フリテンというのは待っている牌、待ち牌を捨てているテンパイの状態です。うん、ポンちゃん先ほど待っている牌は何と言いましたか？ピンズの1と4。そうですね、1が入ってますね。はい、というわけでこちら待っている牌、待ち牌のいずれか一つでも捨てていたら両方ともロンできません。両方あかんのか。両方ダメなんですね。厳しい。のでこれもちゃんと待っている牌を把握していないと振り点に気づかない場合がありますので注意が必要です。ちゃんと見とかへんとダメなんですね。はい、さあ続きまして、はい、今度はこんな手牌になっています。お、はい、ポンちゃんこれは待ってる牌なんでしょう？これはマンズの9と白。はい、そうですね、このニコニコの街、どちらかが頭になってどちらかが3枚になる、この街のことをシャンポン街というふうに言います。シャンポン街、はい、シャンパンみたいやな。ちょっとおしゃれだね。ちょっとおしゃれおしゃれな街です。さてでは、おもう早速や、はい、ロン、うん、そうですね、人から出たので、うん、ロンと言いますが、ポンちゃん、先ほど待ってる牌は何だって言いました？待ってる牌はマンズの9と白って言いましたね。さあどちらか一方捨てていませんか？また捨ててる。はい、さあ9万を捨てているんですね。漢字いっぱいしてるからちょっと見落としてた。そうですね、漢字がいっぱいですが、実はこれまた待っている牌、いずれか一つでも捨てていたら両方ともロンができません。あ、実は種類が違くても待っている牌という同じ種類になってしまうんですね。そっか、はい、ということでこの白ロンはできません。はーい、はい、さあポンちゃんの手ですね。はい、今から何か1枚捨てるところです。うん、先生これリーチできるやん。リーチできるね。うん、あと1枚で上がれる。うんうんうん、じゃあリーチしちゃいましょうか。はい、リーチって言ったら横向きにして1000点出すんやんな。はい、そうです。よし、先生見て、ほらあの白3枚あるからこれ薬牌やろ。そうだね、薬牌だね。いやー、もう教えてもらったやつできてるやん、めっちゃ嬉しい。何来たらいいんやっけ。あれやな、よしよし。いや、何来るかな。緊張するな先生これ。あー違う、何かな、早く来るかな。ワクワク、来てほしいな。あ、先生来た、ロン出た。うんうん、ほら1出たね。ロンに見えますが、ん、実はこれね、ロンしちゃダメなんです。え、なんでなん。でもロン出てひんの、なんで。え、ポンちゃんでもピンズの位置捨ててへんで。捨ててないよね。うん、ただ場をよく見てみよう。ん、ここでリーチをかけて、うん、実はすぐ1が出てたんだね。わあ、ほんまや。え、でこれを見逃したんです、うん、見逃してるけ、あかんので他の人から上がった。実はこれもね、うん、自分で捨ててないんだけど振り点と同じ扱いで、え、そうなん、ローンできなくなっちゃうんですよ。なんで、まあ、リーチかけて、うん、この人から上がらないけどこの人からは上がるよって、なんか喧嘩になっちゃいますね。なんでこっちが嫌いなのみたいに。あ、そうか、確かになっちゃうんで、そう、嫌がられるかもしれん。だからリーチをかけて一度見逃したら、うん、もうこれは捨ててるのと一緒で振り点扱いになると。そっか、じゃあ薬牌できたってテンション上がってたらあかんやな。うん、そうだね、まずリーチをかけたら、うんうん、街をしっかり確認して
見逃さないようにするのが最優先です。わかりました。一度見逃しちゃったら振り点なので、あとはツモでしか上がれません。うう、さあポンちゃん、はい、今白をポンしたところです。ポンした、はい、ではこれで今から1枚捨てるんですけど、はい、何がいらないかな。何がいらない、何がいらないね、うん、さあ何を切るとどういう状態ですか、うん、何切ったらポンちゃんテンパイしてる。そうだね、うんうんうん、あと1枚で上がれるテンパイ、うんうん、ではマチハイはどれでしょう。マチハイは、ピンズの1とピンズの4。はい、そうだね、うんうん、では捨てましょう。はい、もうそろそろ上がれるやん。先生、お、出た来た来た、ロンロン、ポンちゃんロン。さてロンできるように見えますが、んちょっと場を見てみようか。んんん、あれ今1でロンって言ったけど、うん、直前にもう1個出てるね。出てる出てる。いやポンちゃんね、もうあれあれ、ポンちゃん捨ててないけど、うん、ここに4が出てこっちに1が出て、あらあら、あ、またあかんやつ。これね、あかんやつなんだ。またあかんやつ。なぜかというと、この一周の間にね、一、うん、人から見逃して別の人から上がるっていう、うん、これもまたそのロンって言われた方が怒っちゃうので、そうか、また喧嘩になっちゃう。喧嘩になっちゃうんでね。わー、ポンちゃんくしゃみなんかしてるから。そうなんだよね、鼻かゆいわ。あの麻雀ってね、その、あの、うん、ロンって言われた人が点数を払わなきゃいけないっていうルールがあるので、ああ、そっか、あなたから見逃してこっちから上がるわみたいな、ダメなんだよね。それはあかん、確かに。そうなんです、うん、ということで、この一度4を見逃しちゃった以上は、うんうん、1でもロンはできません。じゃあもうこれ上がられへんってこと。そうでもないよね。あ、そうなん。実は、うん、今見逃しちゃいましたね、うん、ただ時間が経過して、うんうん、6が積もって、うんうんうん、2かを捨てる、うん、じゃあ次行ってみましょう。はい、いらない、持ってきて捨てる、捨てる。これでもうね、さっき見逃したかどうかもう分かんないんですね。え、さっきのなし、帳消し。そう、1回持ってきて捨てたので、うん、今手が変わって今テンパイしたかもしれない。あ、ということで見逃した証拠は残ってません。おお、この後はもう振り点じゃなく上がれます、うんうんうん、あ、じゃあいける、ロン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 、今度はできます、うん、わーい。この今の決まりを同順内の振り点、同順振り点というような言い方をしまして、同順振り点、はい、同じ一周の間、まあ、麻雀って順目みたいな数え方をするんですけども、はい、同じ順目の間に見逃しちゃったらもうロンはできませんよ、うん、ただ自分の番を1回経過してればもう手が変わったかもしれないので、その後ならロンができます。そっか、一周待てば上がれるかもしれんやな。そうだね、うんうん、この同順振り点はうっかり見逃しちゃうことはありますので、くしゃみしてないでよく見てましょう。はーい。さあ今回は振り点の勉強をしました。ポンちゃんどうでしたか。ポンちゃん振り点で失敗そうで、うん、怖い。なんかね、いろんな約束事がいっぱいありましたね。ちなみに麻雀うまい人ってもう振り点とかはしないの。それがね、そんなこともないんですよ。振り点になっちゃう状態っていうのは結構あって、うんうん、で振り点で、まあ、ロンできないだけですからね。そう、ツモすれば全然いいわけなんですよ、うんうんうん、なんでプロでもよく振り点の状態になってることはあります。え、プロでもあんの。あります。あ、じゃあそんな心配しんでもいい。そうです、大丈夫です。実はね、僕振り点でロンしちゃったことあって、まあ、よくやるんですけど失敗ですね。ええ、はい、あの動画に上がってるんですよ。
ってる先生の失敗が。そう、僕ね、麻雀してるの放送されてることが多いんでね、証拠残っちゃいました。先生も振り点でロンしちゃったことあるんで、うん、でも全然大丈夫やな。先生も人間でしたね。あ、もうよかったよかった。詳しくは小林号振り点で検索していただけると、私がもう簡単な頭待ちでロンで上がって、ポンちゃんだって一番最初にやった振り点のやつですよ、はい、頭の振り点。うわー、後でポンちゃん見てみる、その動画ぜひ見てみて、うん、で、捨ててるよちょんちょんってやられてる動画がありますので、ちゃんとね、捨ててる範囲を見て言ってくれたんですね、はい、周りの人が教えてくれた、優しい、優しい、ということで見てくださいね。はい、ご視聴いただきありがとうございました。勉強になった人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。ツイッターもフォローしてね。それじゃあバイバイ。バイバイ。皆さんこんにちは。麻雀連合の小林豪です。はい、日本プロ麻雀協会のキムテヒョンです。小林さんは麻雀教室の先生ずっとされているので、マスターの麻雀教室について小林さんから説明していただきます。麻雀教室とは、麻雀を全く知らなくて麻雀牌触ったことないという人から、麻雀強くなりたいという人まで来れる場所です。初心者の自分なんかが行っていいのかっていう不安な方もいらっしゃいますけども、そういう人向けの設備ですので、ぜひ来ていただきたいと思います。